はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、はいこちらちょっとね見ていきたいと思いますが、はい本日はもう皆さんご存知ね、楽しいねハロウィンということで、まあ僕的にもねちょっとねせっかくなんでちょっとトミカとかプラレーとかね、そういったものを使ってね、まあ、ちょっとハロウィンをね楽しんでみようかなと思いまして、今回はまあざっくりなんですけどこちらをね用意しました。まずねこれ左に見えてるのはこれまだちょっと未開封でこれ3つほどあるんですけど、今年のねマクドナルドのハッピーセットのねキャンペーンでDVD についているプラレールのねチケットを持って対象店舗に行ってプラレールをね購入するとですよね、もらえたこのハロウィントンネルですね。はいこれ初めてなんですけど、なかなかねはい可愛いですね。まあパーツ自体はこのね2つになっておりまして、でまあおなじみのねトンネルですね、こんな形で合わせてあげるとまあハロウィーンにねふさわしくね、こんなかぼちゃのトンネルをね作ることができるとねいいですね。ハッピーハロウィントンネルって書かれてますね。反対側もまあこんな感じでねハッピーハロウィントンネルとね書かれております。まずねこれがちょっとね3つありますんで、後でちょっと他の2つはちょっと出したいと思いますがね、こんなトンネルでね、ちょっとまあ仮装ですね。はいもうこれ自体ちょっと面白いんですけど、これガチャガチャなんですよ。ガチャガチャでねこれ電池のエコバッグじゃないけどなんかちょっとしたバッグのねガチャガチャがありまして、これはい回してきました。これパナソニックネオ、これがねうちの娘が当ててくれたやつですね。であとねちょっと他にもまだあるんですけど、はいこちらですね、これがエボルタとかこのアルカリ電柱が描いてあるねこの感じの同じようなバッグですね。こっちは真っ白色ですけども、この面ね電池が描いてるとね本当電池入れるのにちょうどいいんじゃないかなと、はいねこんな感じでありますね。もう電池の仮装じゃないけどなんか性格だったらねなんかハロウィンとかで持ち出せそうな気がしますね。でもう一つがこれがエボルタですね。はいもうめちゃめちゃエボルタメインのこんなバッグですね。これも同じガチャガチャで、はいこのようなねバッグをね当てることができましたね。一応被ることなかったんで、まあ、子供たちとね楽しむことができました。でまあ、ここまでいいですけど、あと1個ねこれがねどうしてもねちょっとね僕ね試してみたくてね、ガチャガチャね回したらね、いやいいのが出てくれたんですよ。これネギ袋です。巷で有名な本来ネギをね持って帰ることができるね、まあ普通に持って帰ることはできるんですけど、ネギを入れてね、まあ、スーパーとかでねネギを買って持ち帰ることができるネギ袋っていうのが今ねガチャガチャであるんですけど、この程よいねこのネギ袋のこの長さがプラレール入れれるんじゃないかなと思って、でちょっと回してみたんですよね。いろんな種類あるんですよ。なんかショルダータイプとかで結構小さいやつとかあるんですけど、基本こんな長いやつでちょうどいいんじゃないかなと思ってね、ほんとねちょっとねガチャガチャしたんで、ちょっとねこの中にプラレール入れてみます。いや多分ねほんとね箱はちょっと難しいかもしれないんですけど、プラレール入りそうな気がするんですよね。ちょっとでも口が思ってたよりちっちゃいかな。どうでしょう、ちょっと入れてみましょうね。ギリギリ入るこれ。ちょっと待って、これ測ったかのようなプラレールサイズやなこれおーおードクターイエローがちょうどほんと口にぴったり入ってる。これはすごいちょっとねきつめっちゃきつめなんですけど、よいしょほら、いや想像通りいい感じの長さに収まることができましたこれドクターイエローねちょっとほら見えてるんですけど、はいこのようにね、いやネギ袋入れることできましたね。ちょうどね長さで言うとね、これ一番底まで入れるとねこれこうなってまして、で2両目でしょ、中間車ね、で3両目がここにあるんで、これぐらい余る感じね、これぐらい余る感じでぐっと、ね、縛って、はいプラレールを持ち運ぶことができますね。いいねこのまあ小ネギ袋っていうのかないやよかったよかった、今初めてちょっとね入れてみたんですけど、いやよかったね。新幹線だから先端がね丸みがあってあれだったかもしれませんけど、ちょっと別のように試しましょうね。おおまあ出しやすさも全然出しやすいし入れれますねこれ。じゃあちょっとねトワイライトエクスプレスこの辺でいきましょうかね。ちょっとネギ袋ぴったりの色ね色合いがちょうどよかった。この四角いタイプだとどうでしょうね、ちょっと入れにくいかもしれませんが、多分収まる気がするんですよ。あ、いいですね、入りますね、ほらおー、トワイライト、ほら、ネギ袋入ってくるこれね、ほら、入りましたね、レッドサンダーも入れとく？レッドサンダーも、よしね、もうネギ袋に入りますね。僕はもう今、動画回しながら何やってんだとね、そう思いながら
入れてますが、ほら2両入りましたね。あと2つぐらいはどうなんでしょうね。さっきのドクターイエローをそのままね入れてみると、まあ1両は入るんでしょうけど、中間車が多分あの入らなさそうな感じがするので、どうでしょうか。ちょっと入りが悪いね。よし、長さ的には、そうですね、だから4両入れると出ちゃう、ぎゅうぎゅうなって、やっぱ4両はちょっと収まりきらないんで、だから本当にね、ちょうど3両編成の言ったら標準的なプラレールがね、もう収まる、もう測られたかのような大きさのネギ袋、ぜひ回してみてください。いいですね、このひょこっとほらほらネギ袋から顔出す感じもいいよね。ね、だから言ったらね、こうするでしょ、こうしてね、ハロウィンの仮装を楽しむわけですよ、こうやってほら。ネギ袋にね入って、おお、ほらもうプラレールだってね、仮装楽しみたいわけです。はい。こんな感じで楽しむことができます。でトミカ全然出してないけど、トミカはまあ後でちょっと飾る程度にしときましょうかね。このトンネルはね、ちょっとあのもうキャンペーン終わっちゃってて手に入りにくいと思うんですけど、ネギ袋はガチャガチャでね回すことができて、でこのね電池の袋もなんかあのお菓子とか入れるのにちょうどいいかもしれませんよね。大人の人がね子供にお菓子配るのに、ここからお菓子出してもちょっと面白いかもしれませんので、ちょっとぜひガチャガチャでねこれね見つけたらね、ちょっと回してね、ぜひチャレンジ見てください。この小ネギ袋は本当ちょっとめっちゃ良かったですね。じゃあせっかくなんで、まあこんだけちょっといろいろあるんで、まあざっくりと最後ね、まあハロウィンらしいちょっと光景を作って、あの終わりたいと思います。はい、とりあえずね、ざっくりとね並べてみるとね、もうこんな感じになりましたね。もうちょっとなんかあの100均とかでね、あのかぼちゃのなんか何でしょう、このポットっていうの、そういうのを、ね、買ってきてね置いてもよかったかもしれませんけど、まあ今回ねちょっと手に入れたもので、まあババッとね置いてみると、まあこんな感じになりましたね。まあ結構ねこれはこんな感じで、まあまああのハロウィンらしいね、なんか仮装じゃない、仮装と言っていいのかどうか分かりませんけどね、まあ楽しむことができますんで、まあ、ネギ袋本当良かったですね。プラレールの収納ね、収納仮装にはちょうどいいかなと思います。どうしてもあのね、今日プラレールを持ち出したいっていうお子さんとかにはもうちょっと早く紹介したらよかったんですけど、あのネギ袋も本当あのガチャガチャであるんですが、もう本当ちょうどいいサイズだったんで、3両編成にちょうどいいサイズだったんで、まあ、もしねあの気になる方いらっしゃいましたら、ぜひねちょっと街中で探してね回してみてください。まあということで今回はですね、まあ、ハロウィン当日ということで、まあ、ちょっとね軽くね飾ってみました。まあ皆さんね、もうあのいろんなところでねイベントとかね、まあ、人が集まったりとかねすると思いますが、もう本当にあのね皆さんにとってね本当にあの楽しいねハロウィンをね過ごしてください。まあということで、はい、今回はこの後に終了だと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様もねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますので、よろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近の話題の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画待ちしてるので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。